ちょっと無理。今回は大航海時第4パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は地中海の港を回り仲間を集めたところまで。むさい男ばかりで嫌になるが、看板娘だけがほんと癒しになってきているんだぜ。さらに攻撃ができなくてストレスも溜まってるしな。最終的には全部の紹介潰していくことになりそうな気もするんだぜ。それもそれでありなのかもな。今回は北海方面の港を回りつつ、新大陸にも行けたら良いなと思っているんだぜ。ついに新大陸か。何があるか不明だけどな。まずはロンドン。早く入港しろよ。風が悪いんだ。当然の独占で楽しみは酒場。港の看板娘って感じだな。まあ、酔っ払ったら寝るよな。あの不思議な現象を解明してほしいんだぜ。対岸のブルージュを発見。次はアムステルダム。ここはアーボット商会の本拠地か。ガレオン船の方が強いのか。大型ジャンクといい勝負な気がする。戦闘用はなかなか手に入らないんだな。うん、清楚系って感じ。ワンダちゃんは石臼もらって喜ぶのか。パン作りが趣味なのかもな。早すぎて見逃したんだぜ。アイテム情報もらえたのにな。青き樫の盾、強いのか。樫の盾があまり強そうじゃないけどな。次はハンブルク。航海士まだ欲しいのか。航海士っぽい人たち結構いるのにな。提督とな。偉い人なのかな。堅物そうだな。銀河の歴史にまた1ページに出てきそうだな。帝国側だな、絶対。渋いのは嫌いじゃないんだぜ。地中海の酒場でも見たが、昔からこんな肩出しの服はあったんだろうか。そんなこと考えるだけ無駄。まあ、そうなんだろうけどな。砂金のことか。どこかで獲得してこなきゃ情報もらえないな。次はオスロー。次はリューベック。スパイアー紹介が強いんだな。次はコペンハーゲン。どこも進出してないのか。ある意味すごいな。何かの救済措置なのかもな。攻撃できないと詰む可能性もあるからな。ストックホルム発見。ここはあのキザ野郎の本拠地か。酒場はおでこちゃんだった。魔法の革手袋なんてものが落ちてるんだ。凍てついたバラ、北にありそうなイメージだな。伊賀発見。これで北海方面の一番奥の港まで来たんだぜ。あとはイギリスのもう一つの港によれば北海方面も終わりだな。地中海より簡単に来れたな。こっちには海賊いないからな。化け物だと。クラーケンだ。こんなのがいる世の中にいると、そりゃ威嚇王とか思わないよな。だよな。今は戦う術がないので逃走一択なんだぜ。北海方面最後の港、ブリストル発見。最後だけど何の盛り上がりもないな。独占されてるし、酒場ないしな。よし、新大陸行くか。風が強いと暴走する。
マディラで補給して一路新大陸を目指すんだぜ。どれくらいで着くかだな。結構ありそうだな。何もないところ探すわけじゃないから楽そうではあるけどな。いい感じに風を捉えて加速中。いきなり風向きが変わった。むしろこの風向きの方が早いな。これは思いのほか早く着けそう。今で半分くらい来たか。また風向きが。これはきつい。進路それてない。少し南に回ってるが島が見えたら補正すれば問題ないだろ。目などの視野が脅かされてるな。今はアジアに手が出せないから諦めー。もう少し。そろそろか。だな。いい感じに島の北側に回ってるし。北側にあると思ったら南側なのな。サントドミンゴ発見。またなんか来た。仲間ではなさそうだな。海賊ってことは敵か。もう敵は増やしたくない。むやみに喧嘩を売っていくマリアスタイル。勘弁して、新大陸は安全したい。カリブ海賊とは手が組めそうか。様子見だな。いきなり敵は勘弁だからな。うん、独占されてた。いいものが売ってるがどうにもならないな。次はジャマイカ。独占じゃないけど入り込む余地がない。ハバナ発見。確かにな。遠くまで来たもんなんだぜ。解雇イベントと思わせて仲間か。イベントの運びが何とも言えないな。またすごいのが来た。銃を担いでるとかすごいな。砲術が得意なのかな。無才のは嫌いだが、戦いに役に立つなら歓迎なんだぜ。現地の人っぽいな。ここで白人系はさすがにないからな。オウムは普通にいそうな感じなのにな。サラサを持ってくる労力が惜しい。インドからだとかなり遠いもんな。金の砂はそこあたりに落ちてるのな。次はメリダー。何もなし。ベラクルス発見。ここはエスカンテ軍の本拠地か。艦隊4つもあるのはすごいな。戦うとしたら激しい戦いになるだろうな。アイテムを買いつつ。またイベントか。ゲーム。
ゲームに勝てば仲間になるパターンだな。こんなの楽勝でしょ。3つしか取れない。これは、いやいや、下に1枚あるとか。あれがなきゃ勝ってたな。シルビアちゃんで癒されつつ。アイテム情報教えろ。まさか持ってない。ないみたいだな。というわけで、再戦。今回は少し頭を使っているんだぜ。うん、負けた。おかしい。再チャレンジ。多分何個取るとか法則性があるはずなんだぜ。残り9枚。ってことは。あれ？いい加減勝ってほしいんだけど。今度こそ勝つんだぜ。かなり長考は言ってるな。ない頭フル回転させてるからな。よし、勝った。まあ、普通は速攻で勝てるはずなんだけどな。またすごいキャラが仲間になったな。ギャンブラーは嫌いじゃないんだぜ。洞察力は大切。コインで決めたか。プレゼントのお礼がこれ。持ってないんかい？と思ったら探検に出れた。どこに行くんだ。太陽と月のピラミッドか。さらにアイテムゲット。贈り物ってことは看板娘駅かな。だな。トルヒーを発見。マラカイボ発見。まあ、独占だから少しルートを逸れて。サンファン発見。カリブ海はどこも独占されてるな。火炎の発見。ここは手つかず。トマト持って帰ったら何かあるかな。アジアとかじゃ見なかったからうまくいけば黄金航路あるかもな。ただアフリカを無事通過できるかがネックなんだよな。エスピサの紹介だな。新大陸最後の港、ペルナンプーゴに入港。これで長い旅も終わりなんだぜ。やり残したことはあるが、もうお腹いっぱいだから甲州に帰るんだぜ。だなぁ、そろそろお家が恋しい。旅も面白いが、交易ほどじゃないからな。交易してるだけで時間どんどん過ぎていくもんな。そういうことなんだぜ。交易品を仕入れてアフリカに飛んで、エスピサの紹介避けつつアジアに帰るルートだぜ。希望法を無事通過できるようにしたいな。だな、あそこで寄港できるかできないかが大きいからな。ふむ、覚えておくんだぜ。爆速でアフリカ移動中。これ、まっすぐ希望法を目指してもよかったかもな。風的にはそれでもよかったかもな。まずはエルデに入港。奇跡を信じない奴なんていないんだぜ。起こらないから、奇跡って言うんだ。まあ、そうとも言えるな。
結構いいアイテムだな。このアイテムを手に入れたことが奇跡かも。久しぶりの交易。トウモロコシが結構高値で売れるな。次の港で何売れるかわからん。黄金航路認定来た。5倍以上だったからな。報奨金は少ない。今回は無事マダガスカルまで帰ってこれた。無事というか疲労はマックスなんだけどな。早く着かないとまずい。なんとか着いた。スイフが結構お亡くなりになったんだぜ。次来るときはエスピサの紹介潰さないとな。安全な航路は交易に必須なんだぜ。バレンバンまで帰ってきた。長旅だったがようやくという感じだな。持ってきたのが毛皮くらいしか売れないし。悲しい現実だな。さて、人稼ぎして来る島艦隊と戦う計画でも練るか。なんだこれ。え、おいおい、広州とマカオ以外独占されてないか。どういうこと。私たちが欧州旅行に出かけてる間に来島艦隊が頑張ってくれたようなんだぜ。これ、設けられる交易ルート全部潰されてるんじゃ。その通りなんだぜ。東南アジアで稼げるの忘れてるんだぜ。まさか積んだ。そんな情けないことは言わないんだぜ。奪われたなら奪い返せばいいだけ。じゃあ、やるしかないのか。ああ、次回は来島艦隊とやり合うしかないんだぜ。いいけど来島家の生存をかけた戦いだな。そういうことなんだぜ。じゃあ、欧州旅行から帰ったら東アジアのシェアをほとんど奪われてたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。